やばいぞ。これやべえな。本当に有吉ダメだぞ、3本は。3本3本飲んだぞ、もう。朝から。1枚で1本飲んだよ。すげえ。有吉、ここで、有吉、ここで終わりじゃないんだ。もうこれ、起きたら復活しますから。タンク行くと。すごい。韓国で、韓国で、韓国でお会いしましょう。ということで正解は有吉さんが日本酒を飲んでベロベロになったでした。惜しいな。なんで答え発表しないの？そうだった。だから発表しようとしましたよ。ちゃんと出して答え出しちゃってんじゃん。でも今出すのはちょっと恥ずかしいです。見してよ。なんて書いてる？なんて書いてる？それほどの答えじゃないです。見たいよ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 。そこまで引っ張られちゃう。このために来てんだから。そうです。はい。ね、ダジャレがすごい炸裂してたんで朝から。だからこの酒の飲めないマッコリさんにマッコリを飲ませてゲロ吐いたと。なんだよそれゲロって。いや皆さんゲロ吐いてるんですか。7時からなんでそのテレビ出せるわけねえじゃん。ゼロは小木さんすぐしまってる。なんだよそれ。また今日もざわ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 しちゃってんじゃん。じゃあ一個下がってこれこれなんか椅子があんだ。これちゃんと1個下がって。はいはい、じゃあ2問目いきます。時間かかるな。もう韓国へと向かう機内で全然行くんだよ韓国へ。あれちょっと来いよ。あいつ本当飲んでないんだよ。うわうわいつも。ありがとうございます。あー有吉は完全に酔っ払っていた。歩けるか。はい。じゃあ全然大丈夫。全然歩ける。酢の酔っ払いなんて。持ってきちゃダメだよ。機内液体液体液体ダメだもん。ダメだよ。搭乗までまだ時間があるのでブルガリに入る一行。なんだよいつ行くんだよ韓国へ。韓国行くんですかこれ。買い物いいよ。この間買ったばっかりですよ。かっこいいね。マッコイ俺買ったばっかりですよこれ。マッコイが嫌がるのには訳が。実はつい2週間前北海道でマッコイはタカさんに勧められて80万円もする高級腕時計を買ったばっかりだった。ブルガリの時計はいいよ俺。はいはいはい、じゃあしてみて。とりあえずしてみたらせっかくだから。うわブルガリの時計だったらいいわ。すっげえかっけー。リンに合うじゃないですか。タカさんとノリさんの19年間にわたる見事なコンビネーションに贈られるトンネルズ賞。カンタは大丈夫だから。カンタはちゃんとしとくから。ビャンってから。育てて。ね、すげえ可愛いけど。最近見てますから。それ直さないといって。こういういいとこを伸ばしてって。ね、だけど。左手も少し。恋愛にもいろんな形があることをタカさんに今回は教わりました。タレントとしての資質は多分関東関西含めてナンバーワンだよね。ノリタケは
俺が叶わないものを持ってるし、のりたけは自分と違うところを俺が持ってると思ってるんだろうけど、タレントとしてはのりたけの方が全然上だよね。おい、おい、タカにコーヒーあげろ。なんか照れますね。ええ、なんでゆうちゃんが照れるの？なんか両親のなんかラブレターを盗み見した。照れる。両親のラブレター。今日麻雀やるぞ。ボブ自宅を去ろう。なんか計画性とかこうなんか A 型で細かくて結構そういうのは俺にお前何も考えてないって結構俺のことバカにすんじゃん。A 型だからいっぱいこう考えてきて今までこうやってきてんだよ。この前には父なんか家建てたらしいじゃねえかよ。なんもういいじゃん。なんでそれ、なんで自分だけ家建てんだよ。昔言ったろ。何を。同じ場所に土地買って。ふざけんなよお前。なんで隣同士で住んでる。バカだなお前本当に。そうしたらするよ。招待しろって言い方ねえじゃねえかお前。何見せてくださいだろ。無駄ねえよお前。見てえな俺とか言うじゃん。どんななんだとか。俺はとんねえずなんかなりたくなかった。自動車って就職が決まってった時に彼からの誘いが来たんだよ。やってみないかとね。俺は悩んだよ。親もやっと安心してくれた。ダイハツ自動車が決まった時に浜田山営業しようにも決まっていたよ。10人の先輩たちとも仲良くやってた時だよ。だけどね。おい、俺ちの自転車小さいとかおめえ壺数がねえとか。親父とかお前本当に俺に聞くぞお前、あれ本心で言ってんのかとか。ゲンチャリとか安く売ったじゃん。それがさ、ちょっと中古だから7万とか4万ぐらいにしてんのにさ、傷つくついてんの、うんなとか言いやがってやもんな。帝京高校のサッカー部と野球部のコンビを組んだ高明&のりたけだ。この場所でですね、さあせっかく来てもらいましたんで、このたこ揚げなんていうのを見せていただけますか。じゃあ井戸木がですね、はい、あの玄関に帰って、はい、あの玄関からドアを開けて、これでたこを揚げるまでやりましょう。あ、じゃあご紹介いたしましょう。井戸木さんがお正月家に帰ってたこを揚げるまでどうぞ。ビボ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 。俺だよ美智子、何もちゃんが食ってないもんだろ。たこ揚げるぞ、たこ、たこ、たこ。いやー、おつぼね様、服変えるってことは、あの、レイコを変えるってことですよね。しょうがないから、おのり。ドンキーの単勝でもごちそうしようか。こんなことより、伝説変えられたら、僕、あの、接着しますから、頼みますよ。ちょっと、行ってきます。なるほど。なあ、ホモさんは、困ってる人を見ると、助けずにいられない人間じゃなかったかね。頼む人が女の人だから言わなかったのよ。あ、なるほどね。それじゃあこの界隈の噂は本当だったんだ。そう、だってホモさんホモだもん。ゲッ。え、まあ、だから言っての通り毎回毎回言いますけども、ホモだったとこのホモ太郎さんはホモなんじゃないかなってのはあくまでも噂で、本当のことを聞きたかったら小石川療養所にいる姉さんに聞いておくれるんじゃないか。それは違うと思うな。普通はな、あいだけ偉い人で、あいだけ器量よしに物を頼まれたら一文字もなく助けるもんだけどね。痛すぎる。親父なまで、親父なまで。はじきを覚えばいい。そんなに泣くことはないだよ、何も。だって、みんなで、みんなで、おばさんを、おばさんを。
がなんつったって俺はコモさんは男の中の男だと思ってるよ。本当にそう思ってるかい。マスクをやったんだよ。あっきやおやっさんのためなら何もかもあげてもいいと思ってるよ。若い頃知り合いたかったな、おやじさんが。もうちょっと、まあ、そうだな、ちょっとあっちの方でちょいちょいとつまみ食いしてみないかい。試してみるか。試してみよう。食べ、食べ、あっ、食べ、食べ、気持ち悪何見てんだよ。